エスコン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 魂。こんにちは、エスコン魂です。今日はエスコンの入場券に関する解説動画になります。まずはじめに、皆さんはエスコンで試合がある日に座席チケットを持っていない人向けに入場券が販売されていることをご存知でしょうか？今、エスコンでは当日入場券やそれによる入場方法、観戦の仕方について SNS を中心に大いに物議を醸しています。というか、プチ炎上しておりました。そこで今回は入場券の買い方や入場方法、球場内での過ごし方や現時点で分かっている情報をギュギュッとまとめてお伝えしようと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずエスコンの入場料金についてですが、試合のない日は入場無料となっております。試合のない日に観光でエスコンに行ったり、エスコンのグルメを食べに行きたい方は入場無料ですので安心してお越しください。続いて試合のある日ですが、基本的に入場は有料です。ただ一部例外があるので、そちらは後ほどご紹介させていただきます。話を戻して、試合のある日に入場するためには事前に座席チケットを購入する必要があります。ただし座席に空きがある場合は、当日エスコンの外にあるチケットショップにて座席チケットを買うこともできます。でも実は座席チケットを購入しなくても、あるものを購入することで試合のある日にエスコンの中に入ることができるのです。それがエスコンフィールド入場券です。こちらは800円から1200円の価格で販売されているエスコンフィールドを楽しむことのできるお得なチケットです。小学生以下は入場料が無料です。試合がある日は必ず当日販売しており、平日のナイターですと19時以降であれば300円オフで入場券が販売されているようです。販売場所ですが、タワーイレブン横のインフォメーションで販売しているようです。ただしこのチケットにはいくつか制約がありますので、この後しっかりお伝えしていきたいと思いますので、ぜひご確認をお願いいたします。制約1、入場できるゲートはリポビタンゲートのみ。入場ゲートはリポビタンゲートのみです。コカ・コーラゲートやサードベースゲートからは入場できませんのでご注意ください。制約2、入場できるのは一般会場30分後から。入場は一般が開場してから30分後になります。こちら4月の中旬までは一般入場と同じ時間に入場できていました。ただそうなると、一般入場座席チケット組は長蛇の列で入場に時間がかかっているのに対し、入場券組は並びがほぼないため早く入れてしまいます。入場券組の方がすぐに入場できて、人気の飲食店も並ばず行けていて不公平だといった声が噴出していたようで、差別化を図るために入場券組の入場が30分後となったのです。制約3、来場プレゼントはもらえない。入場券組は入場時に配られる来場プレゼントなどは一切もらえませんのでご注意ください。制約4、スタンドに空席があったとしても座ることはできない。こちらは常識なのですが、スタンドに空席があったとしても入場券組は空いている席に座ることはできません。こちらが一番 SNS 上で問題となった部分で、どうやら入場券組が安い入場料で入って空いているいい席に座っているという垂れ込みが相次いだことから問題となりました。運営側もこの件発覚以来パトロールを強化しているようですので、
入場券で入られた方は絶対に座席に座らないようにお願いいたします。以上が入場券のみの方の制約となっております。これ以外は一般のお客様と同じくいろんなお店で飲食できますし、ショップで買い物もできます。ファイターズガールと会えて時間があればファイターズガールとの写真撮影も可能です。次に入場券組はどのように試合観戦すればいいのでしょうという疑問に関してですが、基本的には360度コンコースからグラウンドを見ることができます。各飲食店の前にはテレビモニターもあり、どこからでも試合の映像を見ることができます。そしてコンコースにはハイカウンターと呼ばれる場所が設置されているので、こちらで立ちながらカウンター越しに試合を見ることもできます。そんな感じでぐるりと球場内を回ったり、七つ星横丁でご飯を食べながらハイカウンターで食事をしたりして試合観戦を楽しんでみてください。ハイカウンターは席が決まっていないため誰でも利用可能ですが、例えば入場してすぐにハイカウンターの場所を物を置いて確保して独占することなどは禁止されています。ルールを守らない利用者がいたため最近このような張り紙が貼られていました。誰でも気軽に利用してほしいということですので、利用方法としてはエスコン内の飲食店で買ったものをこちらに持ってきて食べながら試合を観戦する、食べ終わって一息ついたらこのハイカウンターを離れるって感じだと他の方も利用できるのでいいのかなというふうに思います。ちなみに混雑時にはハイカウンターを有料席にて販売することがあるようなので、その際は利用に注意しましょう。多分満員の日じゃないとないと思いますが、あとエスコンの入場券は単体のみの販売だけではなく、アクティビティとセットになって販売もされております。詳しくは球団ホームページをご確認ください。なお冒頭でお話しした試合がある日の入場に関して基本有料ですが例外がありますという部分ですが、実は試合終了後はエスコンが閉まるまで無料開放となります。試合終了後も七つ星横丁や日本ハムグループの飲食店をやっているので、利用されたい方は無料で入場ができます。こちらは試合終了してからの適用となりますので十分ご注意ください。以上、エスコン入場券について現時点で分かっている情報をまとめてみました。今後、エスコンを利用する予定のある方は今日の動画をぜひ参考にしてみてください。今後もエスコンやファイターズに関する動画をたくさんご紹介していきますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひご登録のほどよろしくお願いいたします。次回はどんな動画がいいでしょうか。ご意見お待ちしております。それでは今日はこの辺で失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。